ともども投資家リバティです。日経平均がダウ、ナスダックも絶賛暴落中ということで、じわじわとお金が減ってきてます。 20% 含み益があったレバナスも含み損となってしまいました。明日は金曜日です。休み前の金曜日は暴落傾向にある相場では手仕舞いが多くなり、大きく下がる傾向があります。ということで、本当の地獄は明日なのかもしれません。来月なのかもしれないし、来年かもしれません。そんなこと誰も知りません。なので私たちにできることは、現金ポジション、キャッシュポジションを増やすことです。現金があれば相場が上がろうが下がろうが、どっちでも勝てるようになります。私は最近一番含み益のある銘柄を一つずつ手仕舞いしてます。今日は三菱重工を利確しました。三菱重工は 50% くらい利益が取れました。また下がったら参戦します。昨今の下げがただの調整なら、近いうちに日経平均は平均線で跳ね返りリバウンドするでしょう。個人的には割と上がりそうな気もしますが、強欲になる必要性が皆無なので、コツコツと利確していきます。我ながら投資に関してはメンタルが成長したなぁと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。